加藤貴子は、日本のフリーアナウンサー、タレント、日演プロダクション所属、秋田県出身、早稲田大学商学部卒業。所属事務所の先輩である、榊萌子は、同じ大学、学部、ゼミの先輩でもある。高校時代は、陸上部に入っていた。早稲田大学在学中の2009年に、早稲田コレクションに出場。2010年より2年間、日本テレビイベントコンパニオン27期生として、番組や各種イベントのアシスタントなどを経験。同期メンバーには、オハ4ニュースライブに、アシスタントとして、レギュラー出演していた、石田いつかと、増井渚、渋沢佳奈がいる。また、1期下の28期には、NHK アナウンサーの赤木野々花などがいる。2012年4月より1年間、日本テレビ、週一に、週一ガールズ第2期生として、レギュラー出演。2013年4月より、日テレニュース24、日本テレビ、オハ4ニュースライブにスポーツキャスターとして出演。番組スタッフからは、タカポというニックネームで呼ばれている。2017年に、一般男性と結婚したことを、ブログで報告。ハロー。プロジェクトファンでもある。妹がいる。オハ4ニュースライブ歴代キャスター1各種交代。2スポーツコーナーも兼務。1各曜日の男性アナウンサーがスポーツコーナーを兼務。ありがとうございます。